実は三国志時代を生んだ存在、宦官の正体。宦官、三国志、特に三国志演義ではいきなり十条寺という存在として出てくるため、この強烈な存在は後々まで印象に残っていることでしょう。ですが同時にこの宦官には悪というイメージがなんとなくついている、そういう人も多いと思います。しかし宦官とは実は三国志時代を生んだ存在だった。今回はそんな宦官についてできるだけわかりやすくご紹介したいと思います。宦官とは、さてちょっと生々しいお話もすることになりますが、宦官とは男性器を切り落とした人物と思われていますが、もともとは官僚の役職名です。男性器を去勢した人は遠人と呼ばれ、他にも多数の呼び方があったようですが、時代が過ぎていくにつれて宦官という役職にはこの遠人しかつかなくなったため、役職名と同一した呼び方となったようです。またその昔はこの宦官になるのは刑罰、もしくは他国の捕虜になった男性がこの宦官の役目になっていました。ここは重要ポイントなのでちょっと覚えておいてくださいね。宦官、次第に権力を求めて。さて刑罰の果てであった宦官はだんだんと皇室内で権力を握るようになってきました。というのも当時官僚になるには現代でいう司法試験よりもずっとずっと入り口が狭い、科挙に受かる、そしてもしくはこの宦官になるという、ある意味二者択一の選択肢しかなかったのです。当時は刑罰であった宦官は次第に権力、そして地位を得るための手段となっていったのは皮肉な話ですね。宦官登用の背景。そんな宦官、どうしてそこまで必要とされた役職となったのでしょうか。まず宦官を部下にする大きなメリットとして、高級の女性に手出しされないということがあるでしょう。そして同時に大きい理由として、宦官は子供を残せないということがあります。つまり一人の宦官が権力を持ったとしても、その子らにまで権力が渡ることはありません。後々怒ってしまうような一族に皇帝の座を奪われる心配がないのです。そういう意味で宦官は皇室で重要視されていきました。宦官という存在とまとめると、宦官になると専横しまくり、皇帝でやりたい放題に思えるかもしれませんが、決してそうではありませんでした。名目上の宦官は官僚という役職ですが、宦官は他の人々からは嫌悪され、嫉妬され、そして侮蔑を向けられる役職でもあったのです。というのも時代は儒教の時代、親からもらった体に傷をつけるというのさえいけないこととまで考えられる時代に、自らの意思で体の一部を捨てる、子孫が残せなくなるので家の終わりを迎えてしまう、こういう存在となってしまう宦官とはもはや人の道からも外れたものとして扱われ、だからこそ刑罰とされていたのです。このために高い地位についていても宦官とは見下されることが多く、侮蔑の対象であり、地位と権力を持っていてもひどい扱いを受けていたとも言われています。順定、定める。さてここで少し時代は安定の頃に。安定の時代も終わりに近い頃から、外戚となった皇后の親族である遠子や側近の宦官らの讒言により、本来次の皇帝となる嫡子の順定は一時的にですが排斥されました。しかし後に宦官の孫帝のクーデターにより遠子らが打倒されたため、順帝は無事に皇帝となることができました。この順帝によく仕えた宦官の一人に梁昌がいます。彼は順帝の即位のために力を尽くしただけでなく、その後もよく政治を支え続けた名宦官といっても良い存在でした。そして彼を含めて宦官によく支えてもらった順帝、あることを定めてしまいます。順帝やらかす。それは宦官でも養子を取っていいよということです。前述したように宦官は一代きりの権力しか持てないというのが、ある意味で最大の皇室にとってのメリットでした。そんな宦官だからこそ、外戚や何代も続いてきた重臣たちが権力を握りすぎた時の対抗策となることもできたのです。しかも追い打ちをかけるように、なんかこの後の命運を感じるかのように、梁昌が養子に取ってきたのはこの後に悪名の方で名高くなる梁貴。こうして後々皇室の権威は失墜。ある意味で順帝は三国志時代の幕開けを作ってしまった人物と言えるでしょう。宦官のイメージ。さて最後に宦官のイメージについて。
宦官のイメージといえば悪いやつというのは間違いではないこともないこともない、どっちだというのはジョークとして、宦官のイメージが悪くなった背景には皇帝が権力を握るイコール裏に宦官がいるイコール皇帝が悪い政治をするイコールつまり宦官が悪いという別の言い方をすれば責任を皇帝ではなく宦官に押し付けるという場面が多くされたからではないかなとも思います。もちろん皇帝を操ってやりたい放題をした宦官もいたことでしょう。しかし実際には優秀で忠誠心のある宦官も多くいました。どうしてもイメージから悪人の印象が強い宦官ですが、ただ一概に悪ではなくいろいろな政治的背景もあったのだということは考えていきたいですね。三国志ライター千の独り言、今回は宦官について筆者なりにまとめてみました。こう見ていくと宦官という存在は政治背景には欠かせない存在であったことがわかります。曹操の祖父も宦官ですし、実は三国志の骨組みに宦官という存在も大きいのかなと考えさせられましたね。